LDH 史上最大規模のオーディション、アイコン Z。 この番組ではそのオーディションの裏側を密着。リルリーグの岩木瀬奈です。よろしくお願いします。アイコン Z でグランプリを取った時の気持ちを教えてください。そうですね、でもなんかもう名前呼ばれた瞬間もうふわっとした感情がもうすぐ出たっていう感じです。いろんな感情が混ざりました、はい。アイコン Z オーディションを受ける前と現在での心境の変化はありますか？アイコン Z っていうオーディションを通してやっぱ合宿にも参加させていただいた時にやっぱこうプロの厳しさだったりをやっぱ知りましたし、その心構えだったり覚悟だったりを変わりました。アイコン Z オーディションでの裏話を教えてください。親睦会の時に達弘とカメラマンさんがあのポッキーゲームを仕掛けました。リルリーグとして活動していく上で大切にしていることは？心の底から楽しめるかどうか。リルリーグメンバーとはどのような存在ですか？家族です。本番前に行うルーティンはありますか？レッツゴーリルバイブス。それはどういうか。レッツゴーリルバイブスって言います。掛け声、はい、エンジンをします。リルリーグあるあるはありますか？みんな怒られたら沈みます。リルリーグメンバーに家族構成があるとするなら自分は何だと思いますか？自分は、愛犬ですか？その理由は？愛されてるから。リルリーグのムードメーカーは誰ですか？山田光大です。結構笑かしてきたりとか一発ギャグとかよくするんで結構場を和ませるのも上手なのかなと。他のメンバーのこれすごい、真似したいという思うところを教えてください。南波空くんのあざとさというかファンの人のこう何を求めてるかっていうのを分かってる、そのギャップがこうすごく学ぶところだなと思います。これだけは誰にも負けない、俺が一番と思うことなんですか？字の綺麗さです。第一印象と一番ギャップがあったメンバーは誰ですか？達弘が真面目だと思ってたら真面目じゃなかったって。真面目ですけどちょっとやんちゃなところもあったっていう、はい。今後海外でミュージックビデオを撮れる日が来たらどの国に行ってどんな曲で撮りに行きたいですか？そうですね、ニューヨークとかでこうダンスガチガチに踊ったこうダンスミュージックみたいなのを撮りたいです。メンバーの一人と24時間ずっと一緒にいなければいけないのであれば、はい、誰を選びますか？南波空くんです。その理由は？ずっとなでなでしてます。1日だけ他のメンバーになれるなら誰になって何をしたいですか？中村達弘になって、あの甘い声を出してみたいです。これだけはメンバーに直してもらいたいということを教えてください。そうですね、山田光大のあの一発ギャグの滑りをなんとかしてほしいです。メンバーに隠していることもしくは謝りたいことはありますか？なんですかね、特にないです。自分でライブの構成をするのはどんなライブにしたいですか？なんか自分が考えているのは最近あのリルリーグが武道館であのローラーコースターとスローエフィストっていうギャップのある曲をやらせていただいたんですけど、その喜怒哀楽みたいな感じで4つのテーマで1個のライブで作り上げれたらいいなと思ってます。妄想します。あだ名を教えてください。セナ君です。チャームポイントを教えてください。チャームポイント、二重、くっきり二重とあのよくはなんか形がよくわからない眉毛です。癒しの時間はどんな時ですか？お風呂から上がって座った時。宝物は何ですか？いつも大事な日につけてるこのネックレスが宝物です。それなんかエピソードあるんですか？特にないんですけど自分がお気に入りでつけてます。人生で一番泣いた瞬間はいつですか？やっぱり Z ファクションっていうグループが4次審査で落ちてしまった時に一番泣きました。
人生で一番笑った瞬間はいつですか？最近で言ったら山田耕大の一発ギャグで一回笑いました。大爆笑しました。最近幸せだなと感じた瞬間はいつですか？リルリーグのみんなとこうパフォーマンスのやり取りだったり些細なこともこうなんか言い合えるような中にすごくほっこりしたというか幸せだなと感じました。大事にしている言葉は何ですか？大事に感謝を忘れない。尊敬するエグザイルトライブメンバーは誰ですか？松井力さんです。じゃあその理由を教えてください。全部あの声からして顔からしてファッションにしてもうあのダンスにしても全部全て憧れなので。自分の人生に影響を与えた人を教えてください。そうですね、でもひいおじいちゃんがやっぱあの歌を好きになるきっかけをくれた人なのでひいおじいちゃんです。朝起きてからのルーティーンは何ですか？まず携帯見て朝風呂に必ず入ります。夜寝る前のルーティーンは何ですか？テレビで必ず映画を見ます。1本。好きな寿司のネタを教えてください。エビです。好きなおにぎりの具は何ですか？明太子です。好きなおでんの具を教えてください。こんにゃくとちくわです。お袋の味は何ですか？なんかポテトを切り刻んでなんかチーズにしたやつが小さい頃から作ってもらってるんですけど、それがずっと大好きです。小学校、中学校時代、好きな給食は何ですか？あのマグロの何ですか、味噌煮っていうんですか、なんかマグロのやつが好きです。もし二次元の世界に行くならどの漫画の世界に行きたいですか？名探偵コナンの世界に行ってあのコナンの相棒になってカッコつけたいです。もしドラえもんになれたら何の秘密道具が欲しいですか？あのポケットが欲しいです。苦手なもの、怖いものは何ですか？お化けと虫です。最近ハマってることは何ですか？映画を見ることです。おすすめ、好きな映画を教えてください。好きな映画はずっと小さい頃から見てるんですけど、ハリーポッターが好きです。1日だけ好きな職業を体験できるとしたら何の職業を体験してみたいですか？タクシーの運転手。その理由は？運転してみたいっていう気持ちがあります。いつも何時に寝てますか？1時、2時ぐらいですね。お風呂に入った時、洗う箇所の順番を教えてください。頭、体上から順番に洗います。寝る時、どんな枕を使っていますか？固め、柔らかめ。柔らかめ、いや、固め、中間です、中間ぐらいの。無人島に何か一つ持っていくとしたら何を持っていきますか？どこでもどう。次、髪型を変えるならどういう風にしたいですか？あのシルバーにしてみたいです。あの長めにしてシルバーにしてみたいです。カラオケで毎回絶対歌うお箱を教えてください。ゆうりさんのドライフラワーです。家族との一番の思い出は何ですか？小さい頃に何度か奈良に行ったんですけど、それが思い出です。今後リルリーグ全員でCL や YouTube の企画でやりたいことはありますか？ドッキリ企画やってみたいです。ちなみに誰にドッキリかけたいですか？なんちゃんとナンバソラとハイマにあのブチギレドッキリしたいです。それやったら2人どういう反応すると思いますか？泣くと思います。今後のリルリーグとして叶えたい夢は何ですか？ドームツアー絶対回りたい。